はい、中志です。今回はオペアンプの使い方について解説します。オペアンプの役割は電圧の増幅です。オペアンプを使う場面として想定されるのはオーディオ系の電圧増幅、もしくはセンサーの増幅などに使われます。こちらは今回解説していく回路になります。回路の入力部分と出力部分をオシロスコープにつないでいます。黄色が入力部分、青色が出力部分となっています。コンデンサーマイクの入力が黄色ですね、となっています。ここに声を出したいんですが、ちょっとカメラなどがあって近づけないので息を吹きかけてみます。こちらの入力波形に対してこちらの出力波形の方が少しだけ大きくなっていると思います。入力側の波形は振幅が最大でも 50mV となっています。出力の波形はというと最大で 150mV となっています。入力波形に対して出力波形が約3倍ぐらいで出力されている状態となっています。使用例としてマイクを使っていますが、マイク以外にもセンサーなどここに当てはまると思います。センサーの電圧をマイコンに AD 変換したいときに、センサーが微々たる電圧しか出力しない場合はこういったオペアンプを使って電圧を大きくしてあげます。少ない変化量であれば大きくしてより正確に AD 変換できるようになると思うので、オペアンプを使うということが考えられます。スピーカーやオーディオ系を触りたい人ならこのオペアンプは必須ですが、それ以外の方はあ、こういう部品もあるんだっていうぐらいでいいかと思います。で、まずはオペアンプが電圧を増幅してくれる部品という説明でした。はい、先ほどの説明ではオペアンプは電圧を増幅する部品だと説明しました。イメージとしてはこういった小さな交流波形ですね、振幅が小さな交流波形をオペアンプに通してあげることで振幅を大きくすることができます。オペアンプはこの図記号を使います。三角形にプラスとマイナスが書かれてあって、それぞれ入力と出力になっています。場合によっては電源電圧書くことがあって、電源電圧書く場合はここですね、上側にプラス側の電源、下側にマイナス側の電源を書くこともあります。基本的にはこちらの図記号を使って解説をしていきます。ここからはオペアンプの基本的な動きについて解説をしていきます。オペアンプを理解するためにはまずですね、このコンパレーターという部品の動きから理解する必要があります。コンパレーターとオペアンプ非常に似ていますが、少しだけ中身が違います。ただ動きとしては基本的に同じなので、まずコンパレーターの動きから理解をしていきましょう。プラスとマイナスの端子の電位を比較してどちらが大きいかによってこの出力を変えてくれます。例えばプラス端子の電位が大きい場合はプラス側の電圧を出力してくれます。マイナス端子の電位が大きい場合はマイナス側の出力をしてくれます。具体的にはどういう風になるかというと、コンパレーターの電源電圧がプラス 5V とグラウンドの場合、プラス端子が大きい場合はプラス 5V を出力してくれます。反対にマイナス端子が大きい場合はグラウンドの出力をしてくれます。プラス端子とマイナス端子比較して大きい端子に応じた出力をしてくれる部品がコンパレーターです。で、このコンパレーターの仕組みを使ってオペアンプは出力電圧を調整しています。で、早速ですね、オペアンプの基本的な回路1つ目が出てきました。これが吹き管回路となります。吹き管回路というのがこの出力端子からマイナス端子へと電圧を戻します。吹き管っていうのはそういうことですね。これがボルテージフォロワーっていう回路になるんですけど、どういう動きをするか先に説明しておくと、この入力の電圧と出力の電圧が同じになります。で、これなぜ同じになるかっていうところを詳しく解説していきます。はい、早速重要なところから解説をしていきます。オペアンプの増幅回路を説明する上で一番重要なのがイマジナリーショートです。日本語で書くと仮想短絡と書きます。プラス端子とマイナス端子の電位が同じになります。つながっているわけではないんですが、電位電圧が同じになります。で、ここについてもっと詳しく解説をしていきます。はい、これがオペアンプに入力する波形で、これが入力に応じた出力波形になります。入力の電圧としては 2.5V を入力して、出力も 2.5V になっています。ではなぜこうなるのかというところなんですが、先ほど説明をしたコンパレーターの動きを思い出していただければわかるかと思います。まずですね、前提としてこの出力が 0V から始めたいと思います。出力が 0V で入力が 0V から 2.5V へ変化をしました。
コンパレーターの動きではプラス端子とマイナス端子どちらの電位が大きいかを比較してそれに応じた出力に切り替えてくれます。プラス端子が 0V から 2.5V に変化したことによってプラス端子の方が電位が大きくなります。そうするとオペアンプの出力はプラス側の出力をしてくれます。でここでのプラスというのが 5V とさせてください。で 5V を出力しようとするんですがここで一つコンパレーターとの違いがあって負荷感ですね、出力がマイナス端子へと戻っているので出力イコールマイナス端子となります。出力も 5V になろうとはするんですが 5V になる途中で 2.5V 0からいきなり 5V に飛んだりすることはなくて 0V から、例えば 0.1V、0.2、3、4、5っていう風に少しずつ上がっていくような動きをしますよね。コンピューターとかだったら0と1とかで扱ってるんでその中間の値ではないんですが、こういったアナログ回路の場合は必ず0と 5V の間が必ずあるのでそこで 2.5V を通過します。 2.5V を通過するときにコンパレーターと違う動きになります。出力が 2.6V まで上昇したときにマイナス端子も 2.6V になります。プラス端子はというと相変わらず 2.5V なのでマイナス端子の 2.6V とプラス端子の 2.5V どちらが高いか比較すればマイナス端子の方が電位が高い状態となっています。すると先ほどまでは出力がプラス 5V を出力していましたがマイナス端子の方が大きくなっているのでグラウンドの出力をします。グラウンドと同じ、つまり 0V ですね。 0V の出力に切り替わります。ただ次は 2.6V から 2.4V に下がった時どうなるか考えてみましょう。 2.4V の時はプラス端子の方が 2.5V で高くなりますよね。でそうすると出力が次は 5V に切り替わります。でもうここまで説明すればわかると思うんですけど、今説明したように 2.5V の今わかりやすくプラスマイナス 0.1V ずつで解説をしましたが、もっと細かな数値ですね、 2.5V プラスマイナスいくつかはわからないんですが本当少しの差しかないとは思うんですよ。そこのあたりを行ったり来たりして僕たちの目で見ると 2.5V で安定しているように見える状態となります。でそうするとこの入力の電圧、先ほど 2.5V でした。で出力の電圧も 2.5V になっています。でこれが同じ電位になるイマジナリーショートになります。この次に解説する回路もこのイマジナリーショートが理解できてれば簡単に解けると思うので、もしもよくわからなかったなって思う方はもう一度ですね目次の方から戻っていただいて、このボルテージフォロワーの動きについて理解した上で次の回路に進んでください。はい、続いて反転増幅回路について解説をしていきます。で反転増幅回路、オペアンプの中でも代表的な回路です。でこれどういう動きをするかというのは先ほど紹介をしたイマジナリーショートに基づいて考えてみましょう。抵抗はありますが負荷感にはなっています。負荷感があるということはイマジナリーショートが成立するので、プラス端子はグラウンドにつながっているので実質 0V となっています。マイナス端子はイマジナリーショートで 0V となります。入力端子に 2.5V をつなぐとどうなるか考えてみましょう。電気の流れは電圧の高いところから低いところへと流れるというふうになっています。で今入力が 2.5V でマイナス端子は 0V なので 2.5V から 0V へ電流が流れます。つまりこういう風な流れですね、左から右に流れます。でその後なんですが、ここのマイナス端子に電流が流れるかというとそういうわけではなくて、オペアンプもう一つ特徴があって、入力端子はハイインピーダンス、抵抗値が高くなっているので電気は流れません、流れにくい状態となっています。代わりにこっちの方に逃げていくんですが、こっちの出力端子はというと抵抗値は低くなっているのでこっちには流れるような状態となっています。であと一つ重要なのがオームの法則があります。入力からオペアンプの出力端子へと流れる電流値を計算してみましょう。 R1 の抵抗に流れる電流を求めてあげれば R2 に流れる電流も求めることができます。直列なので電流値は一緒ですよね。電流値は電圧割る抵抗なので、入力が 2.5V だった場合は R1 分の 2.5V で
計算をすることができます。もう一回ですね、復習しておくと、電気は高いところから低いところへと流れます。でこのままこっちの出力端子へ流れていくので、0V を基準に電気が流れていきます。つまりこっちの出力端子の方が電圧が低くなります。ここに流れる電流分がこっちに流れるので、オームの法則でここの R2 にかかる電圧を求めることができると思います。 R1 に流れる電流を R2 にかけてあげると、ここの電圧を求めることができます。0からこの電圧分なので、マイナスいくつになると思います。まず基本的なところは、電気は電圧の高いところから低いところへ流れるというのと、イマジナリーショートでマイナス端子とプラス端子が同じになるというのを踏まえて、ここのマイナス端子は 0V になります。で入力端子からこっちの 0V へ電流が流れて、このオペアンプには電気が流れないので、代わりに R2 を通って出力端子へと流れていきます。 0V を基準に電気が流れるので、こっちの出力端子の方が電圧が低くなります。この電圧はというと、ここの R1 に流れる電流を R2 にかけてあげると求めることができます。で増幅度としてどれぐらい増幅できるかですね、表しますが、 AV イコールマイナス R1 分の R2 という計算式を使うと、増幅度どれぐらい大きくできるかを計算できます。でこれに入力電圧をかけてあげれば、出力電圧を求めることが可能です。はい、続いて非反転増幅回路になります。先ほどの反転増幅回路の場合は、入力電圧が反転して出力電圧になっていましたが、反転をしない、つまり入力がプラスだった場合は、そのままプラス側を出してくれるような回路となります。こっちの方が使う頻度は多いかもしれないです。でまず回路から見ていきましょう。で先ほどと違うところは、入力電圧の入力がプラス側になりました。で先ほどはマイナス側につないでいましたが、で入力端子がプラス側につながっています。でマイナス側はやっぱり吹き管ですねとなっていて、ここに抵抗とグラウンドがつながっています。これが基本的な形になります。これもイマジナリーショートを使えば簡単に動作がわかります。でまず入力端子にまた同じく 2.5V を入力したという過程で進めていきます。イマジナリーショートでプラス端子とマイナス端子の電位が同じになります。ということは、ここの R1 と R2 のここの中間の電圧ですね、電位が 2.5V となります。で 2.5V とここのグラウンド 0V になるので、電気は電圧の高いところから低いところへと流れます。そうすると 2.5V から 0V、こういう風な向きで電気が流れるので、上から下へと電気が流れるので、R1 に流れる電流値は 2.5V をこの抵抗 R1 で割ってあげると求めることができます。で、この入力端子から電気は流れてこないので、代わりにここの出力端子から電気が流れてきています。で、そうすると、もう先ほどと同じように、ここの抵抗 R1 に流れる電流値が、この R2 にも流れています。で先ほどと同じくここの電圧ですね、 R2 にかかる電圧を求めてあげると、出力の電圧を求めることができます。ただ一つ注意したいのは、ここが 2.5V なので、この 2.5V プラスここの R1 に流れる電流かける R2 の抵抗値をかけた電圧になります。だから 2.5V よりこっちの出力電圧の方が高くなる回路となっています。増幅度の計算はというと、1プラス R1 分の R2 となっています。でさっきはマイナス、ただマイナスでしたが、ここは入力プラスアルファになっています。こういう感じで、入力をマイナスにつなぐのが反転増幅回路で、入力をプラス側につなぐのが非反転増幅回路と僕は覚えています。で計算式もこういうふうにマイナスとプラス、これもう漢字の通りですね、反転するんでマイナスで、非反転の時はプラス1するっていう風に覚えておけばいいかと思います。覚えなくてもネットで調べればすぐ出てくるので、名称ですね、なんか増幅回路あったなぐらいの感じでもいいかとは思います。はい、ここからは実用的な話になります。オペアンプですね、いろんな種類があるので、それについて詳しく解説していきます。
でまず電源ですね、単電源と両電源の2つがあります。単電源というのがプラス 5V と、まあ、例えばグランドにつなぐようなもの、プラス側の電圧しかつながないものですね。両電源というのが例えばプラス 5V とマイナス 5V をつなぐような回路となります。でさっき紹介した反転増幅回路と非反転増幅回路の2つがあったと思うんですが、反転増幅回路の場合だとマイナスまで電圧が下がってしまうので、こういった両電源を使わないと対応できないこともあります。方法によっては単電源もできるんですけど、両電源もありますよっていうのを覚えておいてください。で非反転増幅回路の場合だと単電源で使えるので、僕はこっちの方がおすすめですね。こっちの単電源で組んで非反転増幅回路でもいいのかなというふうに思います。増幅度っていうのが 0. いくつっていう小数点以下の増幅度、つまり電圧を小さくするっていう方向になると、どうしても非反転増幅回路だと対応ができないので反転増幅回路になってくると思います。これ部品を買うときに単電源と両電源ですね、間違えないように購入をしてください。はい、続いてフルスイングとあります。フルスイングというのが電源電圧まで出力可能な部品のことを指します。オペンアップはフルスイングよりもフルスイングじゃない方が多いかと思います。でフルスイングじゃない場合はどうなるかというと、電源電圧よりも少し低めですね。部品によって変わってくるので一概には言えないんですが、まあ、0.1V よりも電源電圧が 5V 駆動の場合だと 4.9V とか 4.8V ぐらいまでしか出力ができない可能性があります。フルスイング型のものを使うと電源電圧まで出力することが可能です。僕はですね、秋月電子で無意識にフルスイング型の部品を買ってました。こっちの方が使い道は多いと思うので、フルスイング型の方を選べば基本的に問題はないかなと思います。はい、あとはですね、一つの IC に対してオペアンプの回路がいくつ入っているかっていうのが変わってきます。シングルだと1回路、デュアルだと2回路、クワッドだと4回路入っています。もちろんですね、回路数が多くなれば多くなるほど IC の数も増えてくるので、これはその使う数によって変えていただければいいかなと思います。僕の認識だとシングル型とデュアル型っていうのは基本的に同じ大きさですね。8ピンぐらいの大きさをしていて、クワッドタイプが確か14ピンか16ピンだったとは思います。はい、最後に冒頭にお見せした回路の解説で終わります。非反転増幅回路と反転増幅回路どちらか分かりますか？正解は非反転増幅回路になります。でこれがマイクですね。コンデンサーマイクを使っていました。コンデンサーマイク片側をグラウンドにつないで、もう片側をこの回路ですね、バイアス回路になります。バイアス回路で 2.5V にこのマイクの出力を乗せています。左側がマイクの出力電圧になります。マイクの出力電圧は 0V を中心にこういう風な振幅ですねとなります。マイナス側をそもそも入力ができない状態となっています。でそこでこのバイアス回路っていうのを使いました。でバイアス回路どうなるかというと、通常だと 0V を基準に振幅が行われるんですが、バイアスで 2.5V まで基準を上げています。その 2.5V を基準に振幅してくれるので、単電源のオペアンプでも利用することが可能です。でその電圧をプラス端子に入力して、ここ可変抵抗器になるんですが、この可変抵抗器で増幅度を調整しています。10分の10プラス1なんで2倍ですね。1倍からこれ0オームになった場合はボルテージフォロワーと同じ回路になるので、このプラス端子の入力波形がそのまま出力端子に反映される形となります。で最大で2倍になった場合どうなるかというと、最大で2倍になった場合は 2.5V がここ入ってきてて、これ電源電圧 5V を使っているので振り切れてしまいます。特に何も出ないような波形になってしまうので使い物にならないんですが、ここを可変抵抗器にしてあげることで調整することが可能です。こっち側を可変抵抗器にしてあげてもいいかなとは思います。でこれが冒頭の回路でした。簡単に復習をしておきましょう。オペアンプで重要なのはこのイマジナリーショート、仮想短絡となります。マイナス端子とプラス端子の電位が同じとなります。あとはこちらの基本的な回路2つですね、反転増幅回路と非反転増幅回路、この2つになります。で応用できるとこのプラス端子、
反転増幅回路のプラス端子にグラウンドじゃなくて 2.5V をつないでみたりとか、そういう風な回路だったり、あとはプラス側とマイナス側で差分を出せる回路などがあります。オペンアンプを使いこなせるとより電子工作のレベルが上がるんじゃないかなと思います。このチャンネルではこんな感じで電子回路だとか、あとマイコンを使った電子工作の解説をしています。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。